ポニョ、ソウスケ、好き。今度のゼルダは自分の顔とリンクする。どうぞつってんだろ。ランチパック被害者の会。お兄さんたち、こういうお店初めて。味方の戦闘機は11機、敵は何百何千。舐められたものね。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、宿題やったの？現在スマホでやってることと大差ない道具。コンコン。はい、ナルミか。ナルミだろ、戻ってきたのか。やっぱりナルミか。お前にさ、サンガつけるか。わからぬ。だが共に生きることはできる。君、名前は？僕ドライ。今まで来てもらうよ。田中です。ありがとう。あなたはどこのどなたですか？名乗るほどのものではありません。私は名乗れと言ったはずだが。でも怒られた。フギ、これを押すと店員さんがフヒヒメニューを聞きに来るから。フヒヒダラララララン。無料じゃなかったの？今までの道具の巻。平家滅亡の疑い、逮捕源静香容疑者。まだまだ。あれ、中からドラえもんが。バーカ、どうしてそんなに0点ばかり取るんだ。全ての始まりがゼロだ。原点に立ってこそこの世の真理が見えてくるのだよ、人の子よ。助けて。ほら、お金で何とかしてみなさいよ。びくともしないぞ。他になんかないの？スモールライトがあった。これで小さくしちゃえと見せかけてドロップキック。おい、のび太、天国は見つかったか。こいつらだけがいつまで経ってもお参りを欠かさない。のび太くんをバカにするということは僕をバカにすることだ。許さぬ。とっておきの恐ろしい機械があるんだ。まだ一度も使ったことのない金ポジ。よし、かわいそう。バーン、泣かしちゃダメじゃないの。僕のせいじゃないのに。この本が悲しいからいけないんだ。のび太を殴ろう。のび太ちゃん、怖い夢を見たのね、かわいそうに。おう、よしよし。こんなとこから人が出るわけないだろう。ははははは。のび太はきっと幸せになれるよ。余計な心配しないでのびのびと育ってね。しかし貴様は幸せになれない。ドラえ、名字で止めるな、気持ち悪い。バオ、ふざけるか。さよなら人生。そういうのいらない、汚い。タラちゃんかい。そうだ、シルバニアへ偵察に行った仲間が戻ってきた。イソジン、一物マン、早く逃げるんだ。すごいわ、タケコプター。これが私の記憶に残る父の背中である。これがデスノート。確かにすごい殺傷力だ。本当に持ち帰っていいの？旅館のテレビなんて。大丈夫だよ、のび太くんは気が小さいな。同じ立たないでもあのジジイの方が深刻だわ。やるね、カツオくん。とっさに扉を縦にするなんてさすがだよ。ただこのままスピードを上げたらどうかな。今確認してきたが、コンティニューするそうだ。いけるか。馬みたいに早く、ゾウみたいに強くなれないかな。なるとも。どうするの？課金だよ。出来すぎさんでいつも100点ね。君も95点。いいじゃない。のび太さんは決して人を見下さないわ。子供には見せられないシーンがこの後始まる。テックス。劇場版ドラえもん、のび太誕生。クーラーも扇風機もないの？我が家は家庭が冷え切ってるから大丈夫ざます。誰やお前。ちょっと似てるけどちゃうやん。誰やお前。誰や。誰やねんお前。買ったばかりのバットの殴り具合を試させろ。助けてー。劇場版モードオン。ああ、ついに廊下を購入したか。おばあちゃんが作ってくれたんだ。おばあちゃんがいたの？僕が幼稚園の頃死んじゃったけどね。この人だよ。抱っこされてるのがのび太くんだね。バンキー。これが代表版の宇宙アドベンチャーゲーム。え、もう買ったのか。売り出されたばかりなのに。僕はね、新しいものが出ると人より早くパッと買わないと気が済まないのよね。代表版になるくらいだから人より早くはないよな。やろうやろう。しきすぎさん趣味でお料理作るんですって。試食して批評を聞かせてよ。おにゃうまい。ほんとおせちじゃなくて美味しい。批評。また新型買ったよ。8段変速だぞ。あ、ジャイアンが風で代役です。いいにゃー。アップデートのために売ってほしいな。ふふふ。わざと教室に置き忘れたリコーダーに青酸カリを塗るという無邪気ないたずら。バカめ、赤信号なのに渡るからだ。ユーミン16って言うもの知ってるかね、バカミ君。ポイズンソード。今年で30である。かわせ。間違えてポッポにマスターボールを使ってしまった。お宅のマスコットを預かったなり、返してほしければ身代金を用意するなり、我が輩の正体を探ろうとしても無駄なり。ほほほ、惜しかったですね。あとほんの少しで宮崎県でしたのに。さあ熊本へ戻りなさい。そんなことより、今犯罪者が次々とキラに殺されている。余計なことは考えずにキラを捕まえることだけに集中するんだ。ヤガミ君、キラでいいよ。保健所の方、食中毒の件、犬の毛が、ああパンに確かに記事狙わせました。す、ほくろったらのび太ついてるわよ。待って、幽霊じゃなさそうだ。グーターアーベント、マイナーメイストドラえもん。おう、やばーな。やんやん、いいひねめ D ゼン。おいおい、ドラえもん、誰と喋ってるんだい。ジャイコか。本名。ネットで電話でお店で注文。スネ夫のおごり。諸君の感想を聞きたい。まずのび太読んでみろ。とても笑える気分じゃないや。どんなに殴られるか。くくく。お、泣いてる。
ギャグはやめて悲しい悲しいメロドラマを書いたんだよ。あと2年ほどで中学か。そしたらすぐ高校、大学。留年、リストラ、借金、不義の受解。頑張れ。12月11日、下から案が出てた。月で変わってマハラじゃよ。待って、少し寒いわ。誰か来てー。プーさんの金玉丸出し。パパ、虫かご早く。次のじゃんけんでグーを出せ。カレーパンマンってなんだよ。カレーなんなんだろう。トリッピーなら今電子レンジ。どうもおかしな夜だ。ずしずし。もう許してくれ。あれは事故だったんだ。こんにちは。今遠い国では飢えて苦しんでる子供たちが。わしゃ知らん。私とスネオさんが入れ替わったのに紛れて何自分さらき出してんだよ。だれだ。やめろよアカネ。ちょっとアカネって誰よ。誰だ。しずかちゃん天井で何してたの。のび太くん変わったね。変わってないわ。のび太さんっておっちょこちょいで不真面目ですぐにお風呂覗くエッチだけど、いつも1軒目から6軒目までフルで廊下に立てられる足腰が強い人だったわ。さあ膨れるなって。ガムでも噛んで機嫌直せよ。サンキューパッチ。もう帰っていいわよ。女性陣の顔ぶれを見てコンパの一人勝ちを確信。3の枚数と3がつく数字の時だけアホになります。あら、そんなことしなくても十分アホよ。君の顔なんか二度と見たくない。こっちこそ若者の見た目。これまでずっと我慢してきたが今度という今度はなんじゃおりゃ。わあ、なんだなんだ。急に家がボロってくらったぞ。そうだ、うちは貧しいのだ。パパは失業中だし、ママは病気で寝たり起きたり。おまけに息子がお前だからな。ママに掃除機を送ろう。いいね、ダイソンはちょっと高いな。そうだ、大根がいい。のび太もかわいそうに先生に残されてひどく叱られてたからな。答えただろうな。あれだけ言われれば世の中嫌になるよな。僕なら死にたくなるね。しずちゃんにさよならと伝えて。のび太さん。よ、お前叱る先行、私がお前に手向ける先行、先立つ不幸とか言う先行、私たち同棲高校背から行けや親孝行。なんとかするよ。なんとかってどうするの。え、そうだ、このハンカチでてるてる坊主。ただのてるてる坊主じゃないぞ。効き目は 100% バッチリ晴れるから。バーカ、お前のその優しさでとっくにしずかちゃんの気持ちは晴れてんだよ。この間ママのメガネ割れてたでしょ。あれのび太だよ。昨日は買い物に行ってお釣り15円ごまかして居眠りして先生に立たされて、それからのびちゃん。廊下って落ち着くわね。いいかね、悪魔とか魔物とかのさばっていたのは大昔のことだ。ここ300年間信用できる目撃例は一つもない。人間社会の発展に押されて絶滅したんだよ。私を除いてな。斉藤さんだぞ。一度レールを踏み外したやつはやばい。担当直入に申し上げます。たった3分しか我慢できないんですか。はぁ、たかし10万ボルトよ。え、投稿が伸びてない。バツらないと。いやー、お前か、うちのパンをいじめたクソ雑菌ってのは。いいだろう、直接俺様が相手してやる。のび太ママ、カツオ、玄関の向こうで野球しようぜ。いそうのと叫んでるやからがおるんじゃ。わしもう怖い。キモい、マジ吐きそう。英語わからないけど多分俺に好きだって告白してる。あれなんだっけ、ほら、あのケツとかに入れて遊ぶやつ。あ、そうそう、ボールペンだ。ロムスカパロスペシャル。チーズザケル。ほら、食べ物で遊ぶな。俺これ食う。彼女が妊娠したので遠回しにおろしてと伝える。サトシ、もういい、戻れ。わしで抜くな。俺が未来から来たのび太だ。おっと、こっから先は有料だぜ。ゆけペカテウ、ゼウマンボルトだ。俺のチンコ病気なのかな。0点ばかりの僕だけど、夜空を見上げれば満点だね。クリームパンマン。アンパンマンの皮にクリームを入れて作られた。引くほど性欲が強い。せめて小学校へ行く頃まで生きられればいいんだけどね。ランドセル背負って学校へ行く姿台無しにしてみたいね。抜け穴ボールペン。どこを通じてるの。それはわからないが、必ず家の外へ出られるんだ。しかもなぜか靴を履いてる。この粘土細工が地球だって。のび太らしいや。はは。のび太さん、もう笑わないから出して。開けてくれ。やっぱりだ、俺たちを虫焼きにする気だ。ドアの横のスイッチを押しなさい、冷房が入るから。なんなのこの暑さは。火山帯を通過中なんだ。あちこちにマグマ溜まりがあってね。いや、押せよ、抜かねえし。目が前向きについてるのはなぜだと思う。目にある方を前と決めたからです。黙ってろ。いい気持ちだよ、早くおいでよ。本当に大丈夫なの。わしも最初はこんな感じやった。カレーパンマン、最初の答え合ってるじゃないの先生。あなたのはレビオーサー。ハッピーセット。ふさふさしおって、わしへの当てつけか。
感謝トーマス。中で熱いお茶こぼした。ハサミの渡し方って習わへんかった？は？人の裸見たくらいでもう彼氏面？まあなんて美しい言葉。早く続きを書いて。フライングゲット。やばい、源の血が騒いできた。100を引いてください。900と900ヒロの神隠し。なんだこの床は。あいつはいいよな、好きなもの何でも出してくれるやつがいて。俺なんて蜂蜜を要求してくるクマだぜ。ふぅふぅ、手が飽きるからそっとしておこうよ。ピクピク、キュウちゃんの仕立てくすごいや。